どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで JAL がですね、2022年度国内線運賃一部変更決定ということで、こちらプレスリリースでね発表されましたので、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、2022年度の国内線運賃変更決定ということで、こちらね値上げっていった形になります。まあ予想されてた方もね多いかなと思うんですけども、今ね燃料が非常に上がっておりますよね、価格がね。まあこの影響もあって、コロナもあってっていった形になると思うんですけども、まあ今回ね値上げが発表されて、これが実施されるのはですね4月の中旬からっていう風になりますんで、 JAL ね乗られる方、またねステータス使用される方はですね結構影響あるかなという風に思いますので、利用用途でねある方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで今回ね運賃変更決定されてですね、実際に適用になるのはですね、一応公式サイトの中ではですね1年間という期間限定になっているようで、2022年の4月の15日から2023年の4月の11日までっていう風になります。一応ね期間限定っていう風になっているわけなんですけども、まあ来年どうなってるかねちょっとわからないんでね、まあなんとも言い難いって感じなんですけども、まあ一応ね期間限定っていった形になります。で今回ね運賃がね変更されるのはこちらっていう風になっておりまして、大人普通運賃から始まって、まあクラス J、ファーストクラスとかね、ここら辺も全てね、まあ、値上げっていった形になります。でこれ以外にもですね、他のページに載ってたんですけども、まあ、特便とかね先得割引とかもこちらね値上げの対象っていう風になっておりまして、このね上のっていいかな、上の上に出しておきましょう。上の部分の値上げに関してはこちらね4月15日から、来年のね4月11日までっていう風になるわけなんですけども、このね下の特便とか、先得とはね、ここら辺はですね一応掲載搭乗期間とね記載がある通りですね、2022年の4月の26日からっていう風になりますんで、まあこれねちょっと時期は分かれておりますけれども、まあほとんどのね運賃が、まあ、値上げっていった形になりますかね。まあこういった形になっておりますので、これからですね利用される方はですね4月の15日からですね値上げがされるっていう風になっておりまして、まあ先得とかね特便に関しても4月の26日からね値上げされるっていった形になります。まあこればっかりはですね、まあ燃料はねかなり上がっておりますので、まあ仕方ない部分かななんていうふうに思っているわけなんですけども、まあこちらね詳細はねこんな感じで見れるようになっておりまして、まあこちらね株主割引運賃なんですけども、バババッとね値段がね記載があると思うんですけども、まあ一番上のですね東京羽田JTA 通常期25,200円っていうのがねあると思うんですけども、ここはですねもともと基本 23,910円っていうね価格で販売されているわけなんですけども、まあ今回の値上げでねこういった形でまあ値上げされているっていった形になります。まあ大体ですね1300円ぐらいね値上げがされているっていう感じですかね。まあ気になる路線はですねご自身でねぜひチェックねしてみていただければなと思うんですけども、こういったね公式サイトの資料ねもう全部概要欄にね公式サイト載せておきますので、まあ気になる方はですねこちらねチェックしていただければなと思います。でまたですね今回ね注目していただきたいのはですね、こちらの画像のですねクラス J とファーストクラスの当日のねアップグレード料金ですね。こちらはですね先日ねこちらの JAL マイルのね解約の動画でも、まあ、2023年からね国内線に留和されますという話で、このねクラス J とファーストクラスのね当日アップグレード料金もね変更がね発表されてたわけなんですけども、こちらね値上げしますみたいな発表はされてて、まあ詳細ね分かってなかったんですけども、まあ、今回のね発表で公式サイトもね作られてですね、どういった感じの料金になるかっていうのが発表ねされているっていった形になります。で今現在はですねこのクラス J とファーストクラスに関しては、まあ、どの路線ね利用していただいてもですね、クラス J はプラス1000円、ファーストクラスはプラス8000円でね利用することができたわけなんですけども、これがね利用できるのは2022年の4月の14日までっていうふうになりまして、2022年の4月の15日以降はですね、クラス J は路線によって1,000円、2,000円、3,000円っていった形で路線別にねなるっていった形になりまして、ファーストクラスの方はですね普通席からファーストクラスへのアップグレード、
クラス J からファーストクラスのアップグレードっていった形で、その元の席とですね路線によってね値段が変わるっていった形になります。でまずね普通席からクラス J のアップグレードなんですけども、まあこういった形になっておりまして、まあ1000円はここ、2000円はここ、3000円はここみたいな感じで公式サイトにね分かれているっていう風になっておりまして、羽田路線で言うとですね、羽田札幌とか羽田福岡とかね、こういった路線だとまあプラス2000円っていう風になっておりまして、羽田から沖縄、宮古、石垣とかね、ここら辺はクラス普通席からクラス J にねアップグレードする際に3000円っていった形になります。まあ今まではねこれ全部1000円で利用することができてたのでかなり良かったですよね。で次にねファーストクラスの場合なんですけども、こういった形になっておりまして、羽田路線だと札幌とか福岡とかだとですね、普通席からファーストクラスの場合は1万円っていった形になりまして、沖縄石垣の場合はね1万2000円っていった形になります。羽田沖縄とかね、この路線で普通席からねファーストクラスにねアップグレードする場合は1万2000円っていう風になるわけなんですけども、まあ今回ね値上げでね発表されてたわけなんですけども、まあ1万2000円でねファーストクラスね乗れるんであればですね、 ANA のねプレミアムクラスよりねお得感があるかなという風に思いますので、まあここら辺はねいいんじゃないかななんていう風にね思う感じなんですけども、今回ねこういった感じで今までね一律で利用できてたものが路線とね元の座席によってですね値段が変わったっていった形になります。ということで今回ですね速報ということで JAL がねプレスリリースにて2022年の国内線運賃一部変更決定ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ値上げに関してはですねちょっと致し方ない部分があるかなっていうふうに思いますよね。燃料ねかなり上がってきておりますので、まあいつかね発表あるんじゃないかななんていうふうに思っておりました。で今回ですね JAL がね詳細で発表したわけなんですけども、 ANA もね2022年3月27日以降ね航空券について改定後のね料金を適用させていただきますっていうね発表もしておりますので、まあこのね値上げに関してはねまあしょうがない部分かなっていう感じですかね。まあ今回ね、まあ、クラス J とファーストクラスね今まで一律でね利用できてたものが、まあ、路線によってね座席によってまあ変わるっていう風になりますんで、まあここはね今までがねお得すぎた部分もあるのかななんていう風に思いますので、まあしょうがないかなっていうところですかね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。